電気料金にガス料金、光熱費の値上がりが続く中、愛知県の大府市が市独自の支援策として発表したのが、水道の基本料金の無償化です。対象は一般家庭や事業者などおよそ3万5000件で、今年9月から半年間、水道の基本料金が無料になります。一般家庭の場合、半年でおよそ4000円。飲食店など多くの事業者は半年で1万円以上安くなる計算に。金額的にはですね、わずかかもしれませんけれども、やはり市民全体でですね、市がこれだけ応援してくれるんだから、この難局をですね、乗り越えようという、そういう気持ちをね、持っていただければ、ありがたいかなというふうに思っております。水道の基本料金無料という市独自の支援策に対し、市民は。水、電気とか、その必ず日常使うものは上がってますし、食費としてもいろんなものが値上げって報道もされているので、こういう取り組みは本当にありがたいと思います。基本料金だったので、どのお宅も平等にっていうか、はい、市のそういう補助を受けれる施策だったのかなって。また大府市は5000円で6000円分の買い物ができるプレミアム付き商品券を3万冊発行することも合わせて発表。申し込みは7月に行われ、9月から利用可能。申し込み多数の場合は抽選となります。倍率が高くて買えなかったですね。できたらね、そりゃ買えるといいですよね。関連予算は合わせておよそ2億3300万円で、財源には国からの新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金が充てられる予定です。